もう本の活動したらさ、角が立っちゃうから、なんだなんだってなっちゃうから。あらら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 ら。あららら。ああ。相手の軸をずらしたり、出だしが早いこと。ヤンジャーに呼び出されたんですけど、今日は、はい、ビートパラドックスのメンバーが、はい、ホシミンに習いたいことっていうのをみんなに聞きまして、この間リンもやったよ。それでそれのいっぱいいたバージョンいっぱいいたバージョンみんなカモーン出てきたのですか何そんなにうつくまってるのなんだ今日は何を習いたいですか？護身術を習いたいです。おお、護身術。真実ね。護身術。どんなシチュエーション？夜道に一人で行って、うん、いきなり首がってやられて。そんなこと？怖い。怖いわ。そんな経験があるの？あ、経験は手首掴まれたことはある。あ、怖い。声出せなかったんです。うん、ね、これはクラウマガのね、西尾先生もおっしゃってますけど、うん、私たちも散々ね、言われたもんね。声を普段から出す練習をする。はいもうとにかくそれをそうなの、怖いんだよね。私もほら、か弱いからさ、意味わかんない。身内にまで電話の学生の頃にやっぱりさ、変なさ、春とかになると変な人いるじゃん。コートを回ってるとかにさ、えってなってさ、声出せない時あるんだよね。わかる、わかるんだけど、声を出せるようにしなきゃいけないのと、やっぱ夜道を歩くからにはね、今世の中物騒じゃないですか。夜道を歩くという覚悟をしなくちゃいけないと思います。人通りが暗いんであれば、もう人通りが暗いところを歩くんだから、イヤホンもしないし、携帯も歩きスマホもしないし、もう気を張っとかないと。ボディーガードの加藤先生もおっしゃったけど、この人抜けてる、なんかこうちょっかい出せそうっていう人に来るんだって。抜けてるんだよ。そう、抜けてもそうだよね。ねえ、なんだって。だからちゃんと背筋もサッとして、サッサッサッと歩く人に対しては、そういう人は出てこない。ほぼほぼ。だから隙を作らない。はい、それ大事。はい。で、護身術もちろんあれしたらね、お伝えしますけど、すぐできるものではないから。でも今声が出ない人がさ、はぁってびっくりしちゃって、はぁどうしようと思ってるうちにスコーンってなったこと忘れちゃったりするじゃん。だからそれをスコーンって忘れて、思わずパッてこう出るように練習しておかなきゃいけない。防犯ブザーも大事だし、ちょっとした懐中電灯、ちっちゃい光量が強い懐中電灯とかも持っとくのも大事だし、危ないと思ったらこう変な人がパッてこうしたらゲラって言ってる間にのも大事だし、護身術って使う時ってもう大変やばいと思うんですよ。そこに持っていく前に回避できるというね。だ、今日もし何かね、役に立つものがあれば覚えてもらって、ただ、練習してね。はい、練習してね。はい、はい、ね、夜道で急に首絞められたのなかなかレアケースだ。あの、役に立つものにしようよ手首、はい、頑張れる何にします、うん、します。はい、新宿駅で場所して場所して、みんな想像はつきやすいですけどね。新宿駅で電車から降りて歩いていたら腕をつかまれた。その経験をもとに護身術を学ぶ無知の空手。いろんなやり方あるんですけど、まあ、私がお父さんに習ったのは、初級編としてはこの厚みのある方に引っ張ってもなかなか取れないじゃないですか。いや、取れるんですけどあくまでも取れるんですけど、初級編でいうとなかなかこう、まあ、いかないじゃないですか。ここってこの指とこの指の間にだいたい隙間ができやすい、うんうん、こことここになるから。
だこの隙間ができやすい方に対してもしこういうふうに掴まれてたとしたら隙間ができる方に骨をこう薄くするんですね。薄くする、骨を薄くする、薄く、これだと太いじゃないですか、ここの骨に、これに対して骨が、はいはい、これを薄くする、うん、薄くしてこれだったらこっちに入るんだな、薄くして、あら、マジック薄くしてこうすればいいだけの話なんですけど、すんごい似て、腕でやろうともう絶対離さない、なかなか取れないんですよ。腕でこう頑張ってやるんじゃなくて、もう体に自分の方に引き寄せながら相手のこのこれを何ていうか重心を一回ずらすんですね。これだと角が立たないと分かります？これでさ、パーンってやると角が立っちゃうから、怖いってなっちゃうじゃん。ね、こうなったらこうとかじゃしたらさ、角が立っちゃうから、なんだなんだってなっちゃうから、こうカバンとか見て、あ、すみません、ごめんなさいって。すごい。ごめんなさいって、いける。出だしが大事です。出だしが早い方がいい。出だしが遅いと、相手もついてくるし、引っ張られちゃうから、なんかもう予測しないで、で体から腕が自分の腕が離れてると扱いづらいので、まあ、寄っておく、寄っておきながらすいません。でもし何だったらこっちのこうカバン持ってます、こうなってる、なんかこうガラガラでもいいんだけど、ガラガラ一回そういう時はちょっと向こうに味とか落とすとか、もう荷物はどうだっていいか、ね、荷物より自分が大事なんです。カバンだったらこうやってあげれば、お手伝いでこの手をこう一緒にしてあげると取れるんだけど。誰か助けてくださいって言えば大、ね、大丈夫、大丈夫かどうか分からないけど、こう角が立たない。ちょっとやってみる、はい、みんな肩を今みたいに掴んであげてください、はい、掴んでください、はい、肩、はい、肩、はい、一人ずつ、はい、肩を掴んで、ちょっとつって、連れて行かれました、連れて行かれました、連れて行かれました。違う、さっきと違う掴み方してるんだよ、はい、はい、肩が掴んだうち、はいはいはい、薄い方どっち、手と体が離れて、まず体に寄って、こうなったらもうなかなかいかないから、こうならずに自分のまず、あ、なんて言えばいいんだろうな、こう感覚の人だから私、どうしよう、もう気をつけじゃないけど、気をつけに近い位置、近い位置に自分が入り込んで、改善させたい、はい、すごい。入りが今遅かったでしょ。すごい、こうなってるでしょ。こうなってたらこっち。おお。だからそれでお手伝い。リアクションが。はい、おお、はい。おお、この瞬間の衝撃。はい。ああ、はいはい、そうですね。で、なるべく腕を曲げちゃうと腕力と腕力になっちゃうから、自分より腕力の強い人になっちゃうともう負けちゃう。どちらにも、はい、すぐね、すぐさまどっちか、はい、いいよ、多少痛くても、はい、これお手伝いしたんでしょ、これ、一緒回るんだよ、おー、そう、はい、冷たい、心は温かいから見える。髪の毛も狂気今のなんとなく分かります。これもだから練習が結局必要、ゆっくりやると取れないし、ただ慣れればさ回らなくてもよくて、ここでもよかったりするんですよ。何かっていうと、今これはあくまでも初級編で、こことこの薄いところを骨を薄くしてこうするっていうね、あれだけども、もしできるんであれば回しても別にいいんですよ。でこう同じことなんです、うん、あの細い方にこうなる、これこうなった場合は、こうなった場合はやっぱりこう細い方にこうで、これでもう実はこれ相手ロック状態になってるんですよ、うん、だから本来はこれでもう大丈夫だったりするんだけど、あららら、らでもこうするとあの角が立つじゃん、ね、角が立つ、こうしていろいろこう
ステッカーすると角が立つ、はい、何か角が立つから角が立たないように、角が立たないようにこうなっても手のひらは相手に向けます。手に相手に向けて、もうこのこっからもう肘をね少しこう出すだけで、こうしたら取れるんで、こう、あ、すいません、あ、すいませんって言います。これも手でやるとこうなかなかそうってなっちゃうから、手でやらずに、あの気をつけの近くね、体に近いところで自分の方に、これは肘を出しながら自分の方に、あ、すいません、すんごい掴みます、ガッツリガッツリ掴んで、こうなったりしても相手がもうダメっていう時はこうすればいい。あらら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 、あらららら、あーあーあー、さあ力じゃん。練習練習、掴んで、はい、なんでもいい、はい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 、はいはい、掴んで掴んで、はいはい、そう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 、はい、掴んで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 、力づくです今のは。力づく。大丈夫。私たちだったのよ。もうこれで取れるんだけど、真ん中空いてたら、ね、真ん中に手入れて自分の腕を持ちましょう。それで一歩前に出ながら肘を前に。すっごい掴んでる。すっごい掴んでる。めっちゃ掴んでる。よいしょ、これで、はい、 OK。 でこれも大事なのはゆっくりやっちゃダメ、すごい掴んでってなっちゃうから、いいよ、すごい掴んで、ここから上げるの早く、間から手入れて拳持って、そうそうそう、はい、こう相手の中にスッと入れてね、あのテンパって力でやろうとするから、こう体の軸がこうずれた段階でもう曲げてるんですよ。体の軸はそのままでスッと入る、スッと入る、はい、はい、どんどん掴んで、何でもいいよ、何でもいいよ、はい、おー、はいはいはい、マジでだよね、あ、あ、まあ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 、ちょっと入ったか、はい、OK、はい、大丈夫、はい、なんかいろんな取り方があるんだけど、まあ、今日は2パターンでも練習が必要ってわかったでしょ、はい、なんかとっさにやられるとね、わかんなくなるからどっちどっちってやってる間にね、あ、一番こう頭に置いといてほしいのは、一番こうは圧力してくるものにこうは負けちゃうんだよね、力さに、こう来てるものにこうやって、でもこう来てるものに対してこうするのは負けあの流せるで、こう今のでもこう左右も流せる、左右も流せる、うん、で力をめっちゃもうなんか圧をかけてかけてよ、もう圧をかけても、もう制圧するつもりで、圧をかけてくればかけてくるほど、あれなんです、あの力を逃してあげれば相手が自分 の圧力で自分で自爆することが多いので、なるべく相手の体を崩したい、だ円を描くってすごく大事、円を描く、このままこう円を描かずに自分の腕の力でってなると難しいんですけど、円を描く、だからこの準備運動みたいな感じで、はいってやるだけでも取れちゃう相手の軸をずらしてあげるのがすごく大事で、出だしが早いことが大事。 OK ですか、はい、まあ助けてって言おうね新宿駅怖いから気をつけて、はい、怖いですはい、皆さん気をつけてお過ごしください困ったらボディーガードの加藤先生にご連絡くださいまたね。パワーをガチガチ込めて頑張ります。坂本監督の指導を受けて頑張ります。いい点、頑張ります。
よろしくお願いします。